こんにちは、ジャズギタリストの田辺龍介です。今日はドミナントセブンとリディアンセブンの違いについて話していきたいと思います。まず結論から言いますと、ドミナントセブンがドミナントモーションしているコードで、リディアンセブンがそれ以外のコードになります。スタンダードナンバーを使ってちょっと解説していきたいと思います。まず酒とバラの日々の最初の4小節で解説していきたいと思います。コードは Fm7、Em7、Am7、D7 で5小節目に G に行きますね。でここの2つ出てきますけども Em7 と D7 で、これがドミナント7とリディアン7どちらかに分かれてるんですけども、この Em7 がリディアン7で、D7 がドミナント7になります。でこれがどういうことかというと、この Em7 の場合は次のコードが Am に行くのでドミナントモーションしていませんね。なのでリディアン7になります。もしこれがドミナントモーションしているのであれば Am に行くはずですね。で Am に行けば5度と1度の関係なのでドミナントモーションしていますが、酒とバラの日々では Am に行ってますので、これはドミナントモーションしていないのでリディアン7になります。で次の D7 ですね、これは次のコードが Gm に行ってるので、これは5度と1度の関係でドミナントモーションしていますので、これはドミナント7になります。でここのリディアン7とドミナント7ではフレーズも違ってきますし、コードを弾く時のテンションも入れ方が違ってきます。でこれを、把握できているとそれに合ったフレーズやテンションコードを付け加えることができるのでいいと思います。ぜひここは結構重要なので、今覚えているスタンダードナンバーでちょっと試して整理してみてください。参考になれば幸いです。ありがとうございました。